マジか、奪ったな、マジ。やったわ。言い方ですよ。やったわ。ただの言い方。最高だな。すごい、もう楽しみ。楽しみ。もう楽しみが。そうか。なんか、こう、やりたいこととか食べたいものとかないの？到着即タピオカ決め。タピ決め？照明がぶっ飛びました。あのラボがあるあるですね。よくある。次カメラ飛びます。カメラ飛びます。そう。読みだから。おはようございます。おはようございます。東京から僕の空港。畑中さんでした。個人情報出すな。お疲れ様です。朝から。お疲れ様です。お疲れ様です。着タピオカ即決めですわ。すげえな、若さだな。お二人タピオカ飲んだことあるんですか？あるある。ありますめっちゃある。好き。わしね、あのなんだっけな、あの新宿にあるココ。ああ、そう、あそこのタピオカが一番好きで。お、なるほど。そう、あれを飲んですごい好きだったんだけど、なんかある日秋葉かなんかにある鹿の、あー、ジアレですか。あ、そう、有名なんだ。はい、私一番好きです。あ、そうなんだ。あそこの黒糖ミルクが、そう、どちゃくさばくて。いや、美味しい。そう、あれがテンション上がりまくって。いや、美味しいの。マジ、黒糖ミルクがマジうまい。すごかった。なんかタピオカ感変えられた。あ、わかります。でうまいよね。ジアレでなんかガラって変わりますよね。そう、変わる変わる。そう、あんなうまいんだと思った。黒糖が美味しいんだっけ。黒糖ミルクがマジうまかった。すごい、黒糖嫌いの私がうまいって言われるからだいぶうまいよ。じゃあだいぶですね。だいぶうまいわ。これ、これ下だよ。これいいっすよ。これいいっすよ。明るい。そうなんです。ちなみに、もう一回押すとね、もっと明るくなって。もう押すともっと明るくなって。あ、直し、直し。長押しするとね。あ、そう、先生。激しい、激しい。激しい、これは。朝からこの点滅は。完全にキーピアングだよ。ラボが3姉妹流行語決まりましたよ。そうなんだよ、上半期でね、決まっちゃいましたよ。決まっちゃったんだよ。何の帽子かぶってきたんだよ。本当だよ。今度その写真見たいですね。実物見たい。実物今度持ってきてもらおう。車のね、サイドブレーキのあたりにある。せめて部屋に車なのにあった。マジでみさみささんと麦の絡みっていうのがめないじゃないですか。初めて出させてもらうよね。なんかいとことさ、年の差ありすぎるとあんま会話合わないの。それをさ、今何が学校で流行ってるのみたいな、そのテンション。まさにそれ。最近どうが限界やと本当に思ってた。いや、みさみささん、前もなんか台湾が決まった時から、なんかもうムギとの会話は最近どうしか聞けないって言ってた。え、でもムギ氏の真似するんですよね。おい、バレるんじゃねえかよ。バクやるものだよ。伊達さんと麦はなんか、まあなんかどうにかなんだろうなっていう気持ちなんですけど、うん、みさみささんは
事前のその情報で私は麦とは最近どうしか喋れないって言っちゃってるから、うん、余計ハードルが個人的に上がってます。モモイと先輩も何喋ってるかもわかんない。いやそうだからそれ我々がトークはつまらないからそれないんですよ。あなんかわあ思ったんだよね、あのモモイからさ LINE が来たんですよ。先輩見ました？見ました。ついにそうそう、なんか今回はそのトークをね頑張りたいっていう LINE をさ、わざわざ私にしてくるこのクソ真面目な女思いなんですけど、思ったんですけど結構傷つけてたんだなって思って、わしがねそのそうつまらないとこをいじりにあって、あ気にしてたんやと思って。なんか先輩あんま気にしてないからしてるわしてるわしてるわ、もう発言ピリピリやわほんま。でも今 KTM で押し出そうとしてる発言がえもうなんかようやく喋れると思ってそれ私のターンってことですか。そうようやくなんか楽しめた。何こいつ、え何これ、うん、発煙筒だね。びっくりした、発煙筒って何でこんなのあるの。あの、うん、事故とか、うん、道幅こっち来いよって時とかにされること結構、そうなんだ。さっき工事してるから道幅が狭くなるよとか、車の下に一応ついてるんですよ。あそうなんだ。事故とか人が来たときタクっていう、そうなんよ。やって自転車に知らせるっていう。じゃあこの先なんかあるってこと。なんか工事とかあるし。そうなんや。多分これは工事かもしれない。事故でこんなに多分開けないから。開かないね。これはね。あ、この時代にさ、発煙筒タクってなかなかしない。ライトとかでダメなのかね。あの、このトラックに今止まりますってあったじゃん。高速普通の速度で走ってるんだけど、ちょっとずつ速度緩めてって、発煙筒を一定の距離でポンポンって投げ捨てる。え、楽しい仕事じゃん。やめてよ。そんな距離落ちます。なかなかさ、ヘンゼルとグレーテル。現代版。ちぎっては投げ、ちぎっては投げのあれをやるんですよ。めっちゃ楽しいじゃん。一歩間違えたら大事故ですよ。確かに。そんなの楽しいもんじゃないですか。誰も食わねえしな。食えねえ。そうなんで、そのうち止まるんです。だからあれを早く出しとかないと、その速度が上がっちゃうんで。そう。警戒できないので。最大が60キロとか走ってますからね。一般道よりも早いから。あ、そうなんだ。早めに知らせたい。この車の話題になると生き生きと喋り出すミサミサさん、はい、本当だよ、本当大好きなんですよ、ね、気持ちは分かりますよ、すごい。そうなんや。私も高速とか全然好きだと思ってどこまででも行きたいけど行きたい。あ、飛行機だよ。あ、ほんまや。え、もう着いたってこと。あ、やべえ、飛行機だ。早ない、まだ4時50分。あの結構スムーズです。スムーズな。海に飛行機、やん。目的地に着きました。え、案内を終了します。疲れた。よかったよかった。お疲れんしょん。お疲れんしょん。どこ、場所がないの。どこ止めたらいいの。止めちゃっていいのか。ちょっと真ん中ドーンってやったらあとやってくれるけど。あった。じゃあちょっと降りちゃおうか。送迎車送ってくれるとかだと思うんだよね。こっちの避けときましょう。普通あのなんだ、向かい合って普通に縦に止めればレンタカーってよくないっけ。適当。お疲れ。一緒。ガソリンだけすいません。スリケイさんに。何言いません。言いません。すっかり朝。の。1ですね。だから遠い方か。遠い方か。ちょっと5時半過ぎちゃう。今タクシーが5分10分かかって、これは最大20分したら全部最大30分かかる。全部。20分からだよね。あ、そうじゃなくて。チェックインが。あ、これ欲しい。いいチケットない。今日9枚して満足した。クロが8枚。
お、我々役に立ってる。トリカップルみたいになってるけど、さすがでも正しい使い方や。トリカップルももいじゃない。ごめん、ちょいやろ。ちょいちょいやで。なんか麦のことももいっていう。先輩の中でももいとミスって別の人間だ。可能性はありますね。可能性あるです。ももいおミス。見たものをすぐ口にする癖があると思う。なんかすごい近づいてきました。おのぼりさんみたいな気持ちになりますね。おのぼりさん、おのぼりさんって。へえ。いやいやいや。あれが東京タワーや。食レポでしょ。違う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 言い方がすごい。違う違う。第2第1です。第1です。はい、すいません。第1第1だ。サラダ、サラダ、サラダ。じゃあそのタミナの1って何なんだろう。そっちの方に行け。あー、なるほど。第1タミナじゃないんです。国際タミナ。国際タミナの1。いや、1ではないです。ただの国際ターミナルです、ね。ただの国際ターミナル。インターナショナルの愛？そうです。なるほど。1って書いてあるんですね。インターナショナルです。うわー！選びやすいですね。そうね。なるほどね。これは難しい。あのなく、私、一発のとこでしたね。いやー、遠いな。遠いな。